4月が始まりまして新年度になりました。忙しく年度末を送りまして、昨日も家帰ったら10時半ぐらいでしたね。ということで、ちょっと2日ほど空きましたけども、まあその2日の間にですねびっくりしました。気がついたら黄色くなってるわ、黄色くなってるわ、あれって蓮行に花が咲いてるんですね。もう花が咲いて、これは、雪柳とい う, ぶわーって白くなるんですよ。うわーってなるんですけど、もうすぐこれも、満開になる。雪柳もこれ綺麗ですよね。あの重くなって倒れちゃうんで去年切ったんですけど、こんな風に黄色い花が咲くんですが、花咲くことはいいんですけど、今朝もう5時からですね、5時からもう痒くて痒くて、くしゃみが出て、くしゃみが出て、これはおかしいなと。こんな去年は 3月に起きたんじゃないかと思うんですが、4月の1日、あ花咲いてるわって会社に来ても言いましたが、もうずっと鼻水が止まりません。その最悪な体調の中で紹介したのはヘロヘロです。もうダダ漏れみたいな。今アラスクのこのマスク新品を一つ下ろしました。この撮影のために新品、これ一番効くんですけど、でアラスクのマスクをこの2枚重ねしてますけど、この上のやつが今下ろしたての新品、下のやつがちょっと使ったやつと、二重にしてるんでだいぶいいですけどもね。さあということでですね、頑張りたいと思うんです。これちょっと写してください。ですね、このね、このコーヒーもねありますからね、ちょっと動画を撮って、そしてちょっとね七福さんに行ってお菓子を買おうということになってますんで、納車式のお菓子ですかね、明日土曜日行きたいと思います。ああかゆい。今ね鼻の穴の中にはねワセリン塗ってきたんですよ。で目の周りはね無比アルファ、アルファじゃなきゃダメなの、無比アルファを米粒大のやつを取ってこうやって塗ってね、そうするとね目の玉を取り出したくなるほどの痒さはねなくなるんですね。真似しないでくださいね、良い子は。無比を目になんか塗っちゃダメですよ。もうこの荒漁師のおかげでなんとかね表に出れるということでね、紹介しましょう。BP5、ね、本当にもうこの6速ミッション搭載車なんていうのは、ね、これと6気筒6速ターボ6速もうね幻の名車ですよね本当に。あまり生産台数もね多くないですしね、やっぱりターボも人気がありますから6速乗ってるっていうことで、それにこだわる方もいらっしゃる。まあ、 重量で考えると5速なんですけど、この独特のレガシー専用のこのディテントスプリングを持ってますんで、同じ6速の TY85 でも WRX 用のトランスミッションと全然フィーリングが違うんですね。これをさらに研ぎ澄ましたのが S206 なんですけど、いろんな仕組みがね、402です、失礼、 S402 ですね。 S402 が、まあ、言ってみればこいつがベースにはなってるんですけども、最初6気筒のね、計画で、まあ落としどころとしてターボになったんですけどもね、このディテントのところにさらに工夫があるので、もっと違うフィーリングを持っていますが、これも今のこの感じはですね WRX と似てるんですが、これ他のところのやっぱりレバー比が違ったりブッシュのチューニングが違うんだと思うんですけど、
レガシーと WX はやっぱり同じフィーリングじゃないと、いうことなんですね。ここはまあとても面白い、ところです、ね。本当に今日はあのいつもの荒漁師が通用しない。なぜかというとですね、だいたい鼻水を出っ放しにしておくんですよ。そうするとそのうちに自浄作用で止まって楽になるんですが、今日はもう午前中ずっと会議の最中か、今日決勝会議ですのでね、会議の最中もそうなんですが、会議終わってからお昼までもう立って仕事してたんですけど、なぜかっていうともう鼻水出っ放しなんで、いらないあの紙をこう置いて、でっかい封筒だとかってなるんですが、面白いんですよ。あの非常に粘性の高い透明な鼻水に、シャビシャビの鼻水がこう伝って降りてくるんですね。雲の糸みたいにこう、多分あの抗ヒスタミンをね、自分でこう分泌してるんでしょうね。で、粘膜を保護するための非常にネバネバの、 あの鼻水が出る。それから洗い流すためのサラサラの鼻水が出てくると、この絶妙なですね、人体の不思議というのをこう見て、あ、まるで人間もここだけ見たらナメクジだと、自分の体を見てですね、垂れてくる鼻水を見ながらナメクジみたいじゃんってね、はい、そんな非常に厳しい一日を送っております。はい、ということで、そういう辛い一日をですね、こう払拭してくれる、レガシーを、紹介したいと思います。この 6速プラスインテリジェントレガシーの、まあ、この組み合わせですね、AT の5速のだとグリッピングコントロールがこう入ってくるわけですけれども、もうこの MT は本当に普通の自然な車の、スポーティーな車の作りになっています。面白いですよね。こういう車、あのスバルにしかないんですよね。で、面白いですよね。あのトヨタ秋夫さんが STI にね、励ましに行ったり、励ましというか説明に行ったりね、あのスバルの持ち株比率を上げるときにね、説明に行かれて、お STI にトヨタ秋夫さんの、サインがあるわと思って、一緒にいい車を作ろうプロジェクトというのがあって、本当に一緒にいい車を作ってですね、事実出てきましたよね。そのソルテラというのが出てきまして、あれをもう本当に一緒に スバルと一緒に電気自動車を作って、これはまたユニークなものを作ったので、四駆の制御はスバルしか、作れないようなものになっているんですね。これは面白い車になっているんですが、もうそういういい車を作ろうと、その裏にはですね、やっぱりいろいろありますよね。スバルそっくりな車を作っても、一緒にいい車を作ったんだねっていう、こういう話になるわけですが、あの GRB っていう、まあ、スバルのこれもまあ非常にスタイリッシュでですね、森博さんがあの手掛けた GRB、開発開発の時の交渉が WR7 って言ってたやつですけどね、あいつ、5ドアで、要するにスポーツハッチですよね。で、うわっとワイドで出ましたよね、今日カローラカローラの GR ですか。前あのトヨタ秋夫さんが GRB 乗ってね、練習してて、いい車だって乗ってたわけですけど、やっぱりね、そういうところから、あの本当に、こうトヨタらしいというか、ある意味ね、そっくりなのがこう出てきて、まあね、今うちはあれは持ち玉ないからしょうがないんですけど、やるなと思いましたよね。エンジンはまあ3気筒で、まあ、今あるエンジンの中では一番ハイパーのやつを、そっくりな出力特性ですよね。300馬力な、307ですか、ね、スバルもあれ出した時は300ちょっと出てたんですけど、ね、
つってもしょうがないんで、今インプレッサも非常にいい車がね出てますんで、もう次にね、インプレッサをまずそのストロングハイブリッドでね、レビューさせて、まあ、アメリカ あのプラグインハイブリッドのね、XV がクロストレックありますけど、あいつのユニットをそのまま電池を大きくしとればですね、ストロングハイブリッド作れちゃうと思うので、もうケチなせこいこと言わずにですね、すぐ、開発の時間かかってもいいのでね、もうインプレッサーをそういう、まあ、スバル渾身の技で、ストロングハイブリッドを出してということでですね、話を戻しますが、トヨタのああいうハイブリッドシステムを使ってもいいということでね、トゥーモーターのものを作ってますんでね、あれをああいうとこね、生かして車作って、で、またね強力な STI をね世の中に出すと、そんなね夢をね描いてました夢のね、ということでですね、まあさすがのあのトヨタもレボグに相当するものはね、やっぱり、なかなか簡単には、ね、作れないし、まああのセグメントもスバルだから売れるんであって、他がやってもそうそう値段数が出るとはね思えない。で今度のカローラスポーツ、どれぐらいね、出るんでしょうかね。お手並み拝見ですよね。トヨタ系の本当にああいうピュアなスポーツっていうと、あのスープラもそうなんですけど、ちょっとね鳴り物入りで出た割には台数が伸びないと、まあうちもねその偉そうなことは言えないんですけども、そんな傾向があって、なかなかね、苦労もね、されてるとね思うんですけどね。だからスバルもそう簡単にね、はいはい今まで通りに作りますよというわけにはいかないんでしょうね。で綿密な作戦を立てて、いかないとね、いけない。そういう点ではね、僕は本当に今信頼しきってますんで、あの工場設備にきちんとお金をかけるということもね、最近のスバルの姿勢を 見るとどんどん工場の撮影をさせますんでね、見えてきますし、それからきちんとね、3月に登録できる可能性のある車は世界市場を止めてでも国内に全部振り分けるということで頑張ってくれてですね、今朝僕も全体の会議でみんなに話したんですけど、うちの会社はまあそんな大きな会社じゃないんで、お客さんにきちんと本当の気持ちを話すようにしなさいと。それは何かって言ったら、今例えば新しいレボーグを買ったり SO を今注文したって時間かかるのは当たり前で、これはしょうがないよと。この年度末我々国内のディーラーがですね、食っていけなくなっちゃうことを防ぐために全量国内向けに生産体制を振り分けてですね、まあお正月くらいに買ったお客さんどうしても無理な方もあったんですけども、可能な限り3月末日で年度内登録できるものは全部やるというので、世界市場に向ける余裕をこっちへ出したわけですから、まあ、それが一段落したらね、今度は世界のお客様に優先して車を出すのは当たり前のことですから、当たり前なんですよね、そのことは。だから、まあ、それをやったら今度は見返りがあって、しかるべきで、まあ、海外へ行っちゃうと。ですから今注文しても秋になるっていうね、それは文句言っちゃいけないよと、逆にちゃんと説明できるようにしようと、そういう話をした。まあ、それからインプレッサも非常に特別使用車が出来がいいのでね、こいつをねまたあんまり早い時期にね生産中止だなんて言われると僕らもおまんまの繰り上げになっちゃうんで、まあ、商品計画をきちんと見直してもらってね、安心して売っていいようにね、多分やってくれるだろうと。だから
今去年出た新型車だって中途半端な売り方しかできてないんだから、 S4 やレボーグやアウトバックに、それからフォレスターも本気でまだ売ってないでしょと、顔がなんだかんだって文句ばっかり言ってるけど、文句言う人に限って買わないんだよと、もう目が慣れてきてるんだから新しいやつの方がいいに決まってんじゃん、しっかり売ってこいよという話をね、実は今朝したんですね。だからもう今年はフルモデルチェンジなんてないよと、浮き足立つなと、逆にこんな時にフルモデルチェンジする会社バカだぞと、ね、僕は話をしました、ね、大変なね、時をですね、1月3月ですね、これをなんとか乗り切ってね、新しい年度を迎えてるわけでね、まあ、そういう気合の入った話をですねして、鼻水ダダ漏れでですねそういう、もうね、ちょっとこう忘れられない4月1日に、ね、なりそうです。このレガシーの後継者がですね、MT はないんですよ、もちろんないんですけど、まあこういう面白い、トランスミッション積んだ 2.4 リットルのモデルがね、発売になりましたのでね、まあ、そいつをね一回試乗してね、本当にそんなに6速 MT じゃなきゃいけないの、5速 MT じゃなきゃいけないのということをですね、一回よく咀嚼した上で、あ、そうかと、よくよく考えてみたらリニアトロニック の10.8 だってすごいじゃんと、今の時代もそうだし、レボーグいいねっていう人もね多分出てくると思います。それとまた並行してやっぱりこういう車っていうのはまあ一つのもうなかなか手に入らないし、でもね価格がそこそこね手に入る価格なら買っておこうと、まあ、そういうね、そういう、まあ、車の選び方ですよね、あるんじゃないかなと思って、この今日動画を撮ってます。それでですね、昨日のブログ、まあ戦略会議をやった後のね、まあ、投稿でしたので、あまり詳しく内容が書けてないんですけども、最後に乗っけたレモン、何を意味してるのかっていうことなんですけど、アメリカではですねレモンカーって言って、中古車のことをちょっと特別な見方をするんですね。でたまたま、ドン・キホーテで、あそこしっかりした会社なんで、もちろん品質が悪いわけじゃないんですけど、中にああいうのが入ってるっていう、その典型的な例ですよね。輸入物じゃなくって広島でできたレモンを1個だけ買ったんですね。1個で百何十円しますから、かなり高いわけですけども、まあどうせ犬酒場でハイボールに使おうと思ったんですね。スパイシーハイボールって言ってハイボールをこう作った時に、ザクッと切ったレモンを入れて上からブラックペッパーをこう落とすとですね、非常に、清涼感があってうまいものですから、最近犬酒場の定番の飲み物になってるんですけども、その、スパイシーハイボールを作ろうとして、まあ、輸入物だとどうしても防カビ剤が入ってるっていうね、固定概念があるので、ちょっと皮をですね、もう子供の頃から輸入する柑橘系にはみんなその防カビ剤がついてるものだっていう発想があるので、で皮取っちゃうやつはね別に絞ったりするやつはそれでいいんですが、皮ごと入れるやつは国内のレモンで、広島って、まあ、瀬戸内海っていうのはレモンの産地ですよね。ですから割高でもそれを買ったんですが、切ったら中がですね黒っていうかコカ・コーラみたいな汁が出てきて、まあ傷んでるのか栽培の仕方が悪かったのか何か良くない肥料を与えたのかそれは分からないんですけど、
まあ、良いところだけ選び出したんですけども、まあ、やっぱりあんま美味しくなくてですね、これがまさにあの、まあ、玉石混交っていう言い方もあるんですけどね、いいもの悪いものが混ざってる、ね、で新車でもあの当然あの工業生産品ですので 100% の品質を求めていったって壊れるものは出てきて、それはいわゆる保証で直すわけですし、大量に悪いものが入っててこれは危ないという判断をメーカーが下したら自らリコールをかけるわけですから、それをですねあんまり周りがとやかくぐちぐちデリケートなこと言っちゃいけないと僕は思ってるんですけど、保証制度がちゃんとありますのでね、保証しないならいいんです。それは保証しないとできないんです。それは量産品の中で新品で出てくるものの中の、まあ、わずかな可能性ということなんですけれども、中古車になりますとね、あのレモンカーっていうのは要するに事故車を事故車で、見せなくしてるとかですね、あの壊れたやつをあの合体させたとかですね、そういうことのことをもともと言って、アメリカでは中古車についてあまりいい正当な評価を昔は下さなかったんですが、最近はあのアメリカにもあのオークションが日本のようにこうずっとできてて、まあ黎明期に僕はちょうどアメリカのオークションに行ったんですけど、日本よりも随分遅れてましてね、何しろあのボタンで競るっていうのは日本人が開発したことですので、で向こうのその中古車っていうのは本当にもうそのままなんですよね。もともとそういうどっちかというと傾向がありますね、アメリカの場合は。で日本も最近はそのオークションで出てきたものが点数評価、それから車検があの国の陸運支局の、まあ、いわゆる安全評価ってことがあるので、車検があって、オークションの評価が高ければそれでいいと思い込んでる人もあるんですけど、実はそんなに車っていうのは単純じゃなくて、あの僕はいつもいうようにきちんと本当にしっかりとですね見てやらないとまずいよね。例えばこれも多分オークション評価あったらそこそこオークション出る、まあ修復歴が あったってですね、場所によっては全然関係のないところがあるわけですよ。ところがですね、うちのにテストしてきちんとしてこうやって確認して売るのと、右から左あるいはそういう知見のない人が売る車だと見分けられない。この車には今センターデフの問題があります。でセンターデフがある程度の速度で走ってしばらくすると固まるんですね。ですから今これ今七億さんにちょうど来たので、ね、今熱持っててこれわかりますこれ、こういう風になる。これはセンターデフの、まあ、いたずらですね。ね、これをねやっぱりきちんと見分けないとレモンカーになっちゃうんですよね。で、まあ、普通に走ったら分かんないんで見つけられない。で全部なるわけじゃない、こんなのね全部なる、何かの理由なきゃこんなわけにならないんですね。こういうことをねやっぱりきちんとしてお渡しをすると、ここにねあの車をなんていうんですかこう手なずけて売るロマンがあるということですね。ということで、これからね七福さんに、明日のね納車式のお菓子を買いに行こうと思います。ちょっとねいいものあったら一緒にね買っていこうと思いますので、ね、また写真で紹介したいと思います。じゃあ今日はこれで終わります。